はい、どうもしもろです。東京競馬場から帰ってきまして、これから阪神へ向かう予定です。いや今日はランボー岩田すごかったですね。いやソダシが完全に抜けてきたんで、あまあソダシだなと思って、まあ、周りのみんなもソダシ不安ばっかりで、あソダシだなと思って、まあでもそれでも馬群をね、あのちょっとごちゃついたところを白い馬が抜けてきたんで、あやっぱすげえなと思って、なんか絵になる抜け出し方で上がってきたんで、あまあこれはソダシだと思ったら馬群を縫ってね、内から来てで外に進路を変えて、まあ、外から差し切ったみたいなレースでしたけど、いやすごかったですね。ランボー岩田騎手ね、さすがですね。このところ未勝利戦ぐらいしか勝ったレース見てなかったんですけど、いやかなり重賞勝ったの、あ、そうか、ネギシステークスは勝ったのかな。ネギシステークスの時はでも、あネギシステークスの時いたわ、息子がハイタッチした、それ以来ですかね。いやでも本当すごい、やっぱ勝負強いというかね、まあ、このところだいぶなんていうのか、癖馬ばっかり任されててかなりね、特にまあファンの人とかはもうじくじたる思いだったと思うんですけど、いやでも本当おめでとうございます。まあランボー岩田くんも、あと皆さん、ランボー岩田ファンの皆さんも本当おめでとうございます。まあ、私も生まれを取らせてもらったんで、まあ、これで、まあ、気持ちよく大阪に迎えるなという感じですね。で、明日の武豊騎手は、予定通り8クラ騎乗しますね。で、ちょっとレース動画を作ってる時間がないんで、ちょっとこれの、ターゲットの画面でご勘弁いただければと思うんですけど、でよく聞かれるのはこの印はですね、私がつけてる印なんですね。で、この蝶っていうマークの、印は競馬ブックのコンピューター調教っていうのがあって、これがすごい自分的には信頼している印で、結構買い人気の時に20万とかついてる時に、まあ、馬連だったり、まあ、馬連とか、まあ、単勝だって副賞だったりすると意外と当たったりするんで、結構ここはね、馬券を検討する時はまずほとんど見てる、チェックする項目なんですけど、でまあ二重丸は、まあ、人気馬についてることが多いんですけど、意外とね買い人気にもついてる時にチェ買うと当たるという印なんで、まあ重用してますね。で明日は、マラマが、前走中京の2000の芝を使ってきたマラマが、今度芝からダートに来ましたね。まあまあ、血統的にはねドバイ3区なんで、で母の父がスマートストライクだからミスプロ系の馬なんで、まあ、絶対ダートの方がいいなと思ったんですけど、まあ、やっぱりダート使ってきましたね。まあ、今回2番人気なんですけど、まあ、ちょっとここは単勝で狙ってみようかなと思いますね。で3レースがもう、ランフリーバンクス、これは藤田進さんの馬ですね。で武幸四郎調教師の管理する馬で、これはかなり調教で20万ついてるように、まあ、甲子郎調教師が渾身の仕上げてきてるんで、まあ、ここは期待をしたいと思いますね。まあ、一番人気だけど、今現状で 2.7 倍だから、まあ、2倍前後つけばいいかなと思ってますね。で、5レースの新馬戦ですね。カオナールウェイズか。すごい、ロードカナロアとガリレオっていう、すごい重たそうな血統なんで、まあ、初戦からどうかなというところはあるんですけど、まあ、これで勝ったら結構、まあ、一気にもしかしたら武豊騎手のクラシック候補に上がってくるんじゃないかなっていう、なんかまあ重たそうだけど奥の深そうな馬なんで、ちょっと期待はしてみますね。まあルメールの馬とかね、仕上がりが良さそうなんですけど、まあこの馬も結構動いてますね。でシャガランガーナとアールチャレンジはちょっと難しそうかなということで、パスというか、まあ撮影だけかなと思ってますね。で名勝ジブリも、前走北海道のワールドオールスタージョッキーですか、もう名前忘れちゃった、もう行ったのに名前忘れちゃったんですけど、それで、まあ、優勝を決めた3着の騎乗が、まあ、この馬だったっていう、なんかちょっと日本語おかしいかな、まあでもまあこの馬が3着になって、まあ、実質優勝を決めたようなもんなんですけど、まあここ、まあ、前走もの勢いをねここでも生かしてほしいですね。かなり見ない調教師を武豊騎手を重用してますよね。まあ、このコンビも来年までなんで、まあ、ぜひともなんか大きいところを取ってほしいですよね。
で、ウォーターナビレラですけど、ここはちょっと前回の秋華賞の動画でも軽視してたんですけど、まあちょっと、まあ、距離も相手関係も厳しいかなっていうところと、まあ、ただまあ慣れた阪神でもあるんで、もしかしたら一発があるかもしれないっていうので、ちょっと副賞だけ買っとこうかなと思ってますね。で、名将三河ですね。これはあんま意外と人気になってないんですけど、まあ前走も凡走だったんで、ただこの馬の場合だと阪神の乾いたダートっていうのがすごい得意な馬なんで、明日はまあ多分両馬場になると思うんで、まあちょっと雨が降ったらやめようかなと思うんですけど、両馬場だったら単勝で勝負してみようかなと思います。というわけで、ちょっとこれからまあ6時間 7時間かけぐらいかな、7時間かけて阪神に行ってきますんで、まあ Twitter とかね、もしかしたら更新するかもしれないんで、よかったらまあチェックしてみてください。で、多分動画は明日中にアップできるかは、阪神競馬場でいくつかアップできるかもしれないんですけど、もうほとんど運転になると思うんで、まあ、途中でどっか快活空間とか寄ってアップするかもしれないんですけど、ちょっとそこら辺は流動的ですね。なので、まあ阪神競馬場でちょっといくつかアップしたいと思います。それでは行ってきます。